はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、著者のご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、健康やダイエットのお話よく出てくるようになった GI 値って言葉ありますよね。まあ、なんとなく聞いたことあるだけでね、どんな意味なのかがね、どんな意味内容なのかって実ははっきりとね、知らない人が多いようです。なので最近その GI 値に関してね、深いことをね、病院からチクチク言われ続けて悔しくなって調べまくったヤッスーがですね、できるだけ分かりやすくお話ししていきます。その GI 値とはですね、食後の血糖値の上昇度を示す指数のことを言うんですけども、グリセミックインデックスの略です。血糖値というのは血液中のグルコースの濃度を血糖値と言います。グルコースは単純に糖のことです。糖の根源であるその炭水化物の糖分がですね、体の中で消化されて、消化吸収されてブドウ糖グルコースになります。でそして血液中に入って体の中にね、エネルギーになっていきます。でその血液中のグルコースの濃度がね、血糖値というわけなんですよ。でこの血糖値の上昇の度合いを示す指数なんですけども、でもこう聞けばね、そのエネルギーの指数だから高い方がいいと思ったりしません？しますよね。しかし一般的にはね、血糖値が上がったらあかん、血糖値は下げないとあかんとね、よく聞きますよね。この病院の先生もね、よく言いますよね。血糖値がね、上がってるから下げないとあきませんよってね、言われた人もいてると思いますし、これから言われる人もいるかもしれません。というかそもそもね、血糖値って上がるとあかんのってなると思うんですよ、お前分からんかったら。僕の動画を見てくれている皆さんの中でもね、きっと血糖値を気にしている人たちがね、中にはいてると思います。では血糖値が上昇するとどうなるかと言いますと、その我々の人間の体にはですね、脾臓という、ちっちゃい脾臓という臓器からね、インスリンという血糖を下げるホルモンが分泌されます。で血糖値が上がってもですね、その脾臓からインスリンが出てきてくれて血糖値を下げてくれるから、プラマイゼロやし、別に構へんやんってなりますよね。ではなんでみんながそんなにね、その血糖値が上がったらあかん、下げなあかんねんとかと言いますとですね、まあこれにはちゃんと健康被害を加えるほどのね、理由があるんですよ。その血糖値が上がるとですね、先ほども言いましたけども、インスリンというホルモンがですね、分泌されてね、血糖値を下げにかかります。でもね、血糖値がね、上がり方がね、激しかったらですね、インスリンの分泌がね、追いつかなくなるんですよ。もうバグるんですよ、ほんまに。でこれでわかるようにですね、血糖値を下げるのはインスリンなんです。しかし人間が自らの力でですね、インスリンの分泌をね、促進下げることはね、できないようなんです。ではどうすれば血糖値が上がるのを防ぐことができるのかと言いますとですね、それはできません。人間は誰でもですね、食べ物を食べたらね、血糖値がね、上がります。人間の体のね、メカニズムなので、それはね、変えることはね、ほんまに遺伝子を組み替えるようなことがもうしなければね、なりません。まあ、やれるもんならやってみろって感じですけどもね。まあ、しかし心配いりません。まあ、そのまま泣き寝入りするようなこともね、ありません。一番最初に説明しました GI 値とは、グリセミックインデックスの略で、食後の血糖値の上昇を示す指数のことです。食後の血糖値の上昇を示す指数ということはね、食べたものによって上昇指数が変わってくるということなんですよ。わかります？もう一回言いますね。食後の血糖値の上昇を示す指数ということはですね、食べたものによって上昇指数が変わってくるということなんですよ。つまりこの GI 値が高く表示される食材を食べると血糖値が急上昇して、反対に GI 値の表示が低くなる食材を食べると血糖値は穏やかに緩やかに上昇します。まあどっちにしてもね、上昇はするんですけども、まあ、これも先ほども言いました通りね、人体のメカニズムなので避けては通れません。血糖値が上がるというとですね、インスリンという血糖を下げるホルモンが分泌されます。でこのインスリンの分泌がね、追いつかなくなると食後しばらく経っても血糖値が下がらなくなることを高血糖と言います。でこの高血糖が続きますと、血液中の糖濃度が慢性的に高い状態になります。これを糖尿病と言います。 GI 値が高くなる食品をね、食べて急激に血糖値が上昇するとですね、脾臓からインスリンというホルモンが多く分泌されますけども、このインスリンは血糖値を下げるという働きの他にね、脂肪を作る、脂肪の分解を抑制するという働きがあります。
つまりですね、GI 値が高くなる食品を食べてインスリンが多く分泌されると糖尿病だけではなくてですね、肥満の原因にもなります。糖尿病はね、痩せてる人もなります。インスリンの分泌がね、追いつかないだけなので痩せてる人でもね、起こり得ます。で、血糖値が上がってしまう食品としてね、皆さんの頭の中にね、イメージされるのはね、炭水化物だと思います。いや、炭水化物を抜けばいいんじゃないのってね、思われるかもしれませんけども、まあそうじゃないんですよ。炭水化物はね、体を動かすためのね、エネルギー源としてね、重要なね、栄養素なんです。炭水化物を抜くことで、ね、満腹感が得られずにですね、肉や魚などおかずをね、過剰摂取してしまうことによってね、タンパク質や脂質をね、取りすぎてしまうこともね、あるんです。でしかもね、炭水化物はね、三大栄養素の一つなんでね、完全に断つのではなくてね、食べた方がいいんですよ。でこれはね、管理栄養士さんが言ってたんですけども、そのタンパク質、炭水化物、脂質をね、少しでも欠かすことなく、少しでも食べることによって、それぞれのね、栄養素の吸収の仕方でね、いいように吸収されていくので、完全に断つのはね、やめた方がいいんですと言ってたぐらいなので、なので GI 値が高く表示される食材である高 GI 食品、GI 値が低く表示される食材である低 GI 食品について知ることが大切なんです。で、血糖値を上げにくい食品ね、低 GI 食品にはですね、魚、肉、タンパク質ですね、で乳製品でしょ、でんぷん以外の野菜などが挙げられます。逆に高 GI な食品の代表というのはですね、炭水化物ですね、ご飯やパンでしょ、で麺類などね、主食と呼ばれる食べ物なんですね。で、まあ、このように炭水化物はね、高 GI 値な食品なのでね、避けたいところなんですけども、まあ、先ほども言いましたようにね、三大栄養素なので完全に断つのではなくね、少しでも食べた方がいいんです。でそのために低 GI 食品をね、より好んで食べるときはですね、食品をこう抜くっていうよりも選ぶことをお勧めします。では低 GI 値食品っていうのはどんなものがあるかと言いますとね、それがね、数値化された表があるんですけどもね、ちょっと見ていただきましょう。まあ、このような感じになりますけどもね、左がね、GI 値のね、低い食材になってます。低 GI 食品の選びのポイントとしましてですね、でんぷんの質の低い野菜を選ぶ、食物繊維が豊富なものを選ぶ、穀物は精製されてないものを選ぶという感じなんですけども、まあ、GI 値が気になっていてもね、その GI 値が低い食品だけを食べるというのはね、なかなか難しいことです。まあ、そこでですね、まあ、渋々ね、その GI 値の高い食品を食べてしまうことになるサインですね、まあ、血糖を穏やかに上げる、緩やかに上げる食材のね、食事の取り方もね、重要になってきます。でその GI 値をね、緩やかに穏やかに上げるポイントとしましてですね、その食物繊維と一緒に摂取すると、で食べる順番を意識する、でお酢を利用する、お酢です。食物繊維を含むね、食品とね、一緒に食べることでね、他の食品のね、 GI 値をね、下げる効果もね、期待できます。で特にね、海藻やね、キノコ類などね、多く含まれるその水溶性食物繊維っていうのはですね、糖を包み込んでくれて吸収しにくくすることで、血糖値のね、上昇をね、緩やかにする効果があります。その食べる順番もね、野菜などのね、食物繊維が豊富なものからね、食べるようにしていきましょう。で酢に含まれるクエン酸やね、酢酸もね、その糖のね、吸収をね、抑えてくれてね、血糖の上昇をね、穏やかにしてくれます、緩やかにしてくれます。そして副菜、おかずですね、でそれに、ね、酢の物を付け足すことがね、おすすめですわ。酢の物じゃなくてもね、ちょっとね、いろんな食材に、ね、いろんなおかずにね、ちょっとこうね、少しだけお酢かけてもらってもね、効果的らしいですよ。でもね、そのお酢に含まれるクエン酸はですね、タンパク質をちょっと硬くする性質をね、持ってますので、かけすぎ注意です。まあ、といった感じでですね、 GI 値、高 GI 食品、低 GI 食品はね、少しご理解いただきましたでしょうかね。まあ、ぜひね、皆さんも参考にしてみてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。